はい、キャプテンコージです。こんにちはじゃなくておはようございます。今ね、朝の出荷から帰ってきました。ちょうどね、ただいまの時刻ですけども、2021年の、6月の10日、木曜日になりますね。朝の9時38分です。今日もね、またねラジコンの動画撮りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとカメラがね、傷が入ってますね。もうね、このデジタルハンディカム、HGR470 ですけども、もう2年間以上使ってますかね。ちょっと後でね、詳しく調べてみたいと思いますが、でもおそらくね、もう2年間は使ってると思います。その間ね、何回かね、下にね、落としてね、傷ついておりますけれども、まだ使えておりますね。電池の方もね、しっかりね、まだね、充電すればね、使えております。そして今日はね、エアコンですけどもね、うちのエアコンですけれども、調子がもういよいよ悪くなってきました。この家を建てた時、僕は20歳の時ですね、築36年になりますけどもね、設置して36年、家を建てて、築36年、ですので、それと一緒で、エアコンもね36年経過して、いよいよね、エアコンの効きがね悪くなってきましたので、どうしようかな、ウィンドウエアコンにね、交換しようかと思います。今ね、2階のね、日差しがかかってない窓は今映ってますけども、そこにねウィンドウエアコンを設置して、そしてちょっと汚れてますのでね、窓もねちょっときれいにしたいと思います。はい、こんな感じでちょっとねジメジメとした感じになっております。太陽が出てきてね、ジメジメしてますけども、頑張ってやりましょう。はい、それではね、今日の作業ですけども、まあね、1回の動画でね10分間ぐらいね、動画撮影したいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、それではね、作業に入りますけれども、ラジコンカーのね、よし、ちょっと早口でね、10分間の尺で、早口でねちょっと喋ると思いますけれども、ご容赦ください。そしてタイヤですけどもね、昨日ねある程度走らして、タイヤがね、右のフロントのね右側がねちょっと変摩耗してね減っておりますね。この辺ね、内側のね、ブロックパターン、ブロックがね、ブロックのね、タイヤのねブロックがすり減っております。こうハンドル切った時にねちょっとね当たってたんで、どうかなと思うんですけども、やっぱりね、タイヤがね柔らかいので、ちょっとねアスファルト路面とかコンクリート路面ではね減りやすいのかなと思いますね。ですのでね、今回ね右と左を交換します。タイヤね、はい、右と左を交換してみて、そしてね、今日はね、アスファルト路面、コンクリート路面ではなくてね、砂利道、砂利オフロード走行をねしてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではもう早速ね、タイヤ交換終わりましたら、硬いな、砂利道を走行してオフロード走行できるかね、やってみます。フロントタイヤだけね、リアもね、ちょっとね減っておりますのでね、見えますかね、こんな感じでね、これはひどいのでね、またね、
この上からねシリコンコーキングを塗っていきたいと思います。今日はね走らせた後ね、はい、ところどころ辺摩もしておりますので、おそらくねあのコーナリングの時にね、減ったのではないかと思いますね。すごくねあのタイヤのねする音がねしておりましたのでね、タイヤが滑るので、あ、滑るんじゃなくて滑らないで、あのねタイヤがすり減ったのではないかと思います。コーナリングでね、はい、それで行ってみましょうかね。辺摩も摩耗しておりますのでね、あ、やっぱりねあのギアの方もねちょっと摩耗してるみたいですね。はい、それではちょっとまたねボディつけて走らせますので見ておいてください。はい、それでは行きましょうかね。よろしくお願いいたします。はい、それではね、あの家のすぐ近くにあります空き地にラジコンできる場所に行ってきます。はい、よろしくお願いします。おじさんがね、田んぼをすいております。暑いね。はい、着きました。ちょっと日陰に入ってね。ここでね、ちょっと走られてみましょうかね。はい、よろしくお願いします。ちょっと走られてみますけども、だいぶね、あの車高が高くなっておりますので、走らせやすいと思います。感じですね。砂利道なんでね、あのちょっとね、あの無理な走行はしたくないんですけど、ああいい感じですね。でもね、あの砂利がね大きくてね、石が大きくてね、これ
上の方に行ってみますか。ちょっと坂がありますので戻っていきます。ああ、ちょっとね、ちょっと下当たりますね。ああ、ダメだな。はい、ちょっとね、また平坦な道に。砂利の粒がね、砂利がちょっと大きいのでね、この感じでね。はい、元気に走りますね。ちょっとまた、槍を脱出します。ダメだな、槍はダメだな。はい、はい、ちょっとね、アスファルト路面がね、ちょっとここね、あんまり良くないんで、土壌がね、あんまり良くないんですけども、ちょっとここで走らせますので見とってください。はい、また最後にね、この角度からね、走られて終わります。はい、それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、それではインテグラタイプ R でした。